ボトルケージはロードバイクやマウンテンバイクなどのスポーツ自転車に取り付ける水筒の一種である飲料用ボトルなどを収めるカゴである。ボトルケージは動き、自転車のフレームに装着するオプション部品で一般的に購入時には付属しない。フレームのダウンチューブ上側、またはシートチューブの側面にボルトで装着する。ロードレースや長距離の自転車旅行などでは、 両チューブに装着してボトルを2本傾向することも多い。さらに多くのボトルを傾向するためにハンドルやサドルを利用するオプションパーツもある。ボトルケージの形は太さ 3mm から 5mm の金属製のワイヤーを曲げて成形したものやカーボンで一体成形したものなど様々で装飾的なものも多い。 製品による差は重量を除いてはあまりないので、見た目で選ぶユーザーが多い。サイズについては、入れられるボトルによって大まかに2種類ある。市販の 500ml ペットボトル用と、スポーツ自転車用の大型ボトルを入れるものである。ケージの大きさが調整可能で、あらゆるボトルにも対応する製品や、特殊な設計の専用ボトルにしか対応しないものも、ある。ありがとうございます。